じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。顔を洗ってて気づいたんだけどさ、釣りって怖くないの？は？だってクジラさんが針にかかったら一緒に海まで連れて行かれちゃわない？僕くん、僕の夏休みもあと残り1週間だよ。やりたいことは今のうちにさっさとやっとこうね。おばちゃんも1週間ぐらいでいいから、夏休みが欲しいな。え？なになに？ニナダコが欲しいのかい？よしよし。じゃあ、二日ほど時間をくださいね。そこにあったのは、なんだか悲しいくらいに干からびた蛇の抜け殻だった。色の名前いくつになる？
たくさん。じゃあ今日の空の色は？青。あら、本当にただの青だな。ほら、トップ君の写真できてるよ。その時、私は考えた。あの、何やら不思議なヘンテコお化けをどうにかして沙織の機械まで注ぎ出す手段はないだろうか。そう、私は知っていたのだ。あのヘンテコお化けの好物。例えば、うちの学校のあの頑張りすぎの教頭先生、戦争中になんだか自分の大事な宝物をこの裏山に隠したんだって。これは誰かにとって何か大事なものなのかもしれない。私はそう思ってこの本を持ち帰ることにした。